振りながら落としていきました。普通のブレンバスターとはまたちょっと違いますね。そうですね、これがゴリラクラッチじゃないですか。なるほどなるほど、がっちりとロックされています。そしてこのまま逃げることができますでしょうか。いわゆるシャチホコのような形になっていますけれども、ゴリラクラッチで中ほどまで、はい、こうなると決まりです。